こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では30代から始めて人生が変わった5つの習慣というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。今回はですね、珍しくファッション以外の話なんですが、一人の30代の男性としてこれはやっておいてよかったなというものをですね、5つ厳選してみたので、こちらの動画を見ていただいている皆さんと一緒に共有ができたらなというふうに思っています。まあ僕はですね、スタイリストとして独立をしてもう12年以上経つわけなんですが、まあ当初はですね、20代だったわけなんですが、今はもう気づけば30代後半というわけで、まあ勢いで仕事をするというよりは、いろんなことをですね、日々改善しながら少しずつですね、仕事のパフォーマンスを上げるようにしてるんですね。まあその中でも今回ご紹介する5つというのは、僕のですね、日々の生活を大きく変えたものになるので、ぜひ皆さんにお伝えをしてみたいなというふうに思っています。まあ、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのファッションのアイテムですとか、コーディネートについてはですね、僕がもう一つ運営します、YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしています。最近はですね、ファッション以外でも、こういったライフスタイルだとか、あとはですね、日々の生活の習慣だとか、様々なことを本音でですね、だいたい週4ぐらいのペースでお届けしてますので、気になる方は、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、まず一つ目の習慣からお話をしたいなと思ってるんですが、それはですね、朝の時間をめちゃくちゃ有効活用するようになったというものなんですね。まあこれはですね、皆さんにもぜひお勧めしたいんですが、そもそもですね、僕はめちゃくちゃ朝が弱かったんですね。まあ朝が一番一日の中で体調が悪くて、だんだんですね、日中にかけて体力が回復してきて、夜に一番ですね、完璧な状態になって、その時間に寝なくちゃいけないというのが個人的に辛かったんですね。ですので夜にいろいろやりたいんですけども、でもやっぱり次の日のことを考えると寝なくちゃいけないという形で、僕は寝つきも悪いし、なかなかですね、満足に深い睡眠をとることができなかったんですね。ですので、まあどうすればいいかなということをいろいろ考えた上で、朝もう少し早く起きたら夜早く眠くなるのかなとか、体質が改善するのかなと思って、何度も何度もトライをしたのが朝早く起きるということだったんですね。ただですね、この習慣は根付くまでにめちゃくちゃ時間がかかりまして、何度も何度も失敗してきたんですね。まあ30代前半ぐらいから早起きしようという形でトライをしてきたんですが、なかなか難しくて、もういわゆる3日坊主というやつですね。3日も持たずに1日だけで終わってしまったことも少なくなかったんですが、まあ30代中頃からですね、ようやく定着してきたんですね。まあまず僕が定着するためにやったのは、あまりですね、ハードルを高くしすぎずに、まずはいつもより30分だけ早く起きるというのを始めたんですね。以前の僕は7時に起きていたんですが、それをなんとか頑張って6時半にして、それに慣らしていって、それに慣れてきたら今度は6時に、そして最近では5時半に起きるようにしているわけなんですが、まあ徐々にですね、早めることで意外とスムーズにですね、慣れることができたんですね。そして朝起きてから何をするのかというところも結構重要だなと思っていて、僕は朝起きたらまずはですね、いわゆる白湯を飲むというところ、これもですね、いろんな健康関連の本を読んでみると必ず共通して出てくる項目なんですね。まあ白湯を飲んで1日をスタートして、その後にですね、僕は仕事に取り掛かるんですね。まだやっぱりね、朝早く起きた段階だと眠いので、まあその時に一番目が覚めるのは仕事なんですね。朝一に仕事をし始めてしまうと、意外とですね、まあ頭がクリーンな状態なので、仕事もはかどりやすいですし、目がとにかく覚めてしまうので、これがね、一番いいなと思いました。特に最近は僕は5時半に起きていて、7時ぐらいにですね、子供たちが起きていて、そこから先の時間っていうのは、なかなか自分のための時間は作れないので、この1時間半というのはですね、ゴールデンタイムなわけですね。一人で自由に過ごせる数少ない時間なので、ここで仕事においてすごく重要なことをやってしまおうと思っていて、僕の場合はですね、原稿を書いたりだとか、あとはこの YouTube でどんなことを話そうかということを考えたりするわけですね。こういったクリエイティブな作業というのは朝にやると一番はかどりますし、この時間だけが唯一ですね、誰にも邪魔されない時間なので、ここを有効活用するというのはすごく便利かなというふうに思っています。で、朝一にある程度仕事が仕上がっていると、その後の仕事の進み方もだいぶスムーズになるんですね。ですので僕は大切な仕事はなるべく午前中に詰め込んで、午後はですね、結構脳が疲れてくるので、午後の仕事というのは結構単純作業というものをするようにしています。
ですので朝の使い方っていうのがすごく重要かなと思ってまして、僕は早起きをするようになってからだいぶ仕事がスムーズに進むようになりました。それと並行して僕が最近始めるようになったのが、朝起きて白湯を飲んだらそのままですね散歩に出かけるようになりました。これもですねすごくやってよかったなという習慣なんですけども、まあできればですねちょっとした運動というのは日々の生活の中で取り入れていきたいなと思ってるわけなんですね。ですので以前の僕であればランニングをしていたわけなんですね。まあ独立をしてしばらくはランニングをしていたんですが、なかなかですね時間が取れなくてランニングの習慣が途絶えてしまっていたんですね。まあそれからもですね何度もランニングにトライをするんですけども、なんかですね定着しないわけなんですね。でランニングっていうものがなぜ僕の中で定着しないのかを改めて考えてみたら、いくつかの問題点があったわけなんですね。まず一つは着替えるのがめんどくさいということなんですね。まあランニングをするためにはそれなりに T シャツに短パンにスパッツを履いたりだとか、まあそういったランニングの用品に着替える必要もありますし、走った後は汗をかくのでお風呂に入らなくちゃいけなかったりするわけで、なかなかですねハードルが高いんですね。しかも仕事が忙しい日にはなかなかですねランニングをする時間が設けられなかったりするので、意外とですね習慣化しないんですね。一方でランニングというものを僕は諦めて、それをですねウォーキング散歩というものに置き換えるようにしたんですね。そしたらこれが結構快適で、意外とですね毎日続けることができるんですね。でウォーキングのいいところというのは、朝起きて寝巻きから部屋着に着替えますよね。その状態でそのまま出かけることができるということ、ここが便利なんですよね。特に着替えなくてもいいので、すごくですねその点は楽なんですね。しかも歩いてるだけなのでそんなに汗をかくことがないので、シャワータイムみたいなものも特に設けなくていいというのがすごく便利な点なんですね。あとはもう365日ほぼ毎日続けられるというところもすごくいい点なんですね。仕事が忙しい時にでもウォーキングであったら、例えば仕事で必要な駅の1個2個手前で降りて歩いて移動するだとか、そういった形で歩数を稼ぐことができるので、意外とですねウォーキングであれば毎日続けることができるんですね。ですのでこのウォーキングだったらかなりですね日頃の運動不足が解消できるかなと思うので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなというふうに思っています。で最近はスマホのアプリもすごくいいものがあって、まあ、そういったものを使えば今何歩ぐらい歩いてるのかというのがすぐに分かりますし、今日の合計の歩数だとか昨日の歩数だとか、そういったものがしっかりと確認ができるので、結構ですねそういったものがあるとモチベーションの管理もしやすいかなと思っているので、僕の中では最低1万歩ですね。でアベレージで言うとだいたい1万3000から4000ぐらいは歩けているんですが、まあそういった形である程度自分の中の目標を作って歩くようにするとですね、結構快適に日々が過ごせるなというふうに思っています。まあ、特に朝の散歩は最高で、まあ、朝散歩することで太陽をガンガンに浴びることができるので、セロトニンもですね分泌することもできますし、この点も含めて早起きをして朝散歩をしながら1日の計画を立てるということ、これはですね僕の人生を大きく変えた習慣なので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の習慣なんですが、これはですねスマホを徹底的に見直したということなんですね。まあ僕たちにとってスマホって間違いなく便利で、なくてはならないアイテムかなと思うんですが、だからこそ結構こいつが危なくて、かなり依存症になりがちかなというふうに思っています。という僕自身も、もうバッキバキのですね、スマホ依存症の人間だったんですね。一日に何度ですね、こうやって持ち上げては iPhone を確認したかというぐらいですね、めちゃくちゃこれを使っていまして、まあ大体どれぐらいの時間スマホを使っていたのかっていうのはですね、まあ最近の iPhone だとかスマホでは一発で見れるわけなんですが、平均で7時間半とか8時間ぐらい触ってるんですね。それさすがにまずいなと思いまして、1日の中で寝ている時間を除いたら結構な時間ですねスマホを触っているわけなんですね。まあそのようにバキバキにスマホ依存だった僕なんですが、やっぱりですねスマホを持つことの弊害ってたくさんありまして、最近ですねスマホ脳という本が売れてるの皆さんご存知ですか？まあ、この本はですね僕も実際に読んでみたんですが、いかにスマホがですね危険性があるアイテムなのかというのをまざまざと認識をしまして、僕はスマホをですねなるべく最近は遠ざけるようにしているんですね。まあそうすることで最初のうちはですね結構禁断症状が出て、めちゃくちゃスマホが触りたいだとかすごくストレスが溜まったんですが、最近はスマホが視界にあるだけでかえってストレスが溜まったりだとか集中力が遮断されるという感じになってきたので、
少しずつですね、スマホから距離が置けるようになってきたかなというふうに思っています。まあ、具体的にどんなふうに工夫をしているのかというと、まずはですね、スマホを目の前に置かないようにしてるんですね。今はたまたまここに置いてありますが、仕事をしている時にはですね、あえて他の部屋に置くようにしていたりだとか、あとはプライベートにおいても、なるべくですね、視界に入らない位置に置くようにしているんですね。そうすることで仕事に集中することもできますし、あとは家族と過ごしている時にも、近くに携帯があると、やっぱり見てしまうんですよね。なんかメールが来てないかなとか、LINE のメッセージが来てないかなとか、あとは情報を常にチェックをしてしまうわけなんですね。ツイッターを見たりだとか、ニュースピックスを見たりだとか、いろんなニュースサイトを見たりだとか、常にですね、こういった iPhone が近くにあると見てしまうんですね。あとは YouTube とかも危険ですね。ですので、もう近くに置かないっていうことを徹底するようになりました。あとはアプリに関しても、もうとにかくですね、とことんですね、整理したんですね。今僕の iPhone のトップ画面がこちらなんですけども、見えますかね？トップ画面には3つのアプリしか置いてありません。Gmail と LINE と、あとはカレンダーですね。これだけあれば十分なんですよね。あとは2ページ目以降に置いてあるわけなんですが、ここもですね、なるべくスッキリさせて、フォルダ管理をして、本当によく使うものだけをですね、表示するようにしていて、あとはとことん捨てました。まあ、アプリに関しても断捨離が必要で、使わないものがたくさんあると、やっぱりそれだけでストレスになりますし、なるべくですね、注意力がそがれるものに関しては、とことんですね、消してしまうということを意識するようになったんですね。そうするようになってからスマホがですね、僕にとっては良くも悪くもあんまり魅力的なものにならなくなったんですね。ですのでわざわざスマホを持って何かをするってことがなくなったので、いかにこの魅力満載のスマホを魅力的でなくすかというところ、ここに意識をするようになったんですね。そしてサイズというところも僕は注意をするようにしていて、これは後ほど挙げる項目にも結構つながっていくんですが、前は iPhone XS を使っていたんですが、最近携帯がですね、水没してダメになってしまったので、あえてですね、僕はサイズダウンをしました。今使っているのが iPhone 12 mini というものなんですけども、サイズがコンパクトになったことで動画も見にくくなったし、ウェブの閲覧もしづらくなったので、僕はですね、この iPhone よりですね、距離感ができてしまったんですね。それは良かったなと思っています。ですので動画を見たりだとか何かウェブをチェックするときには iPhone じゃなくてもう PC を使うようにしてるんですね。PC の方が見るのめんどくさいじゃないですか。わざわざ PC の前に行って開いて検索をするというのがめんどくさいのでやらなくなるということで、こういったデジタル機械との距離ができるようになったので、その点はめちゃくちゃ良かったなというふうに思っています。それと合わせてですね、先ほどもちょっと触れましたが、もう情報に触れる機会をとことん減らしているんですね。まあ、ついついですね、いろんなことを検索したりだとか、いろんな情報に触れなきゃいけないなというですね、中毒性に僕は陥っていたわけなんですが、まずはニュースサイト、Yahoo とか一切見なくなりました。あとはニュースピックスとかのニュースサイトも僕はアプリを消しました。ですので基本的にはなかなかチェックがしづらくなったんですね。ですので PC で1日に1回見るぐらいになりましたし、いろんな情報をですね、見るのをやめたんですね。まあ、Twitter も頑張ってやっていた時期があったんですが、最近はですね、もうほとんど見てません。発信もしてないし、いろんなですね、返信だとか、あとはメールとかも来たりするんですが、残念ながらですね、一切開いていないので、僕はそういった情報はですね、なるべく距離を置くようにしてるんですね。そうするようになってから、かなり集中力が高まりましたね。まあ、最近はですね、本を読んでいても、だいたいですね、10分ぐらいしか持たなかったんですよ。集中力が続かなかったんですが、こういったデジタル機械を遠ざけるようになってから、割とですね、集中力が戻ってきて、本であっても30分ぐらいは読めるようになったので、そういった点はめちゃくちゃ良かったなと思うので、ぜひ皆さんもですね、スマホのあり方というところを見直して、できればですね、距離を空けた方がいいかなというふうに思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、これはですね、バッグを持つのをやめたという点なんですね。ですので僕は日常的にほぼ手ぶらで生活をしています。これはオンもオフも同じなんですけども、まあオンに関してはどうしても PC を持ち歩かなくてはいけない場面もあったりするので、そういう時にはトートバッグを使うんですが、そうじゃない仕事も結構あったりするんですね。僕はスタイリングといってお客さんと一緒にいろんなお店を回って買い物同行をしたりすることもあったりするんですが、そういう時ってやっぱり手ぶらの方が楽だったりするので、そういった場面には僕はバッグを持つのをやめたんですね。ですので日常において8割ぐらいはですね、バッグなしで生活をするようになりました。これがですね、めちゃくちゃ快適なんですね。なぜ僕がですね、バッグを持つをやめたのかというと、一番最初に触れた散歩というところにもすごく密接な関わりがあるわけなんですが、
手ぶらだと気軽に歩きやすいんですよね。一駅前に降りてガンガン歩くっていうこともしやすくなりますし、歩くだけじゃなくて小走りになったりだとか、ちょっとですね、軽いジョグをしたりすることも僕は日常生活の中で少なくないので、そういった時に手ぶらだとめちゃくちゃ楽なんですよね。フットワークが1段も2段もですね、軽くなるわけなので、いろんなところに歩きやすくなりますし、活動範囲が広くなるので、手ぶらの生活はめちゃくちゃ快適だなというふうに思っています。まあ、特にですね、仕事の場面ではどうしてもバッグが必要だという方が大半だと思うんですが、プライベートに関しては僕はですね、手ぶらでも全く問題がないかなと思ってるんですね。特にショルダーバッグを持っている方が多いかなと思うんですが、ああいったものの中に入るものって多分携帯とお財布とちょっとしたハンカチ程度だと思うので、そういったものであれば僕はポケットの中に十分収納できちゃうんじゃないのかなというふうに思っています。ですので、以前はショルダーバッグを使ってたことも多いんですが、まあ、最近はよく持ってるのはお財布と携帯のみという形で、なるべくですね、荷物を軽くしてるんですね。そういった点でこの iPhone 12、スマホを小型化したのはめちゃくちゃ良かったですね。まあ、スマホって年々どんどん大きくなっていくので、なかなかポケットに入れてると存在感が大きかったんですけども、あえてこの小さいサイズにすることですごくですね、快適になりました。ちなみに僕はですね、ボトムスの中のポケットだと前ポケットじゃなくてこの後ろのお尻のところに入れるようにしてるんですね。それがですね、一番重さを感じにくいのと存在感があまり感じられないので一番楽かなというふうに思っています。スマホの小型化はすごく良かったですね。あとは財布の小型化ですね。これもめちゃくちゃ重要で、僕はですね、今メインで使っている財布をご紹介したいなと思うんですが、こちらですね、もう財布じゃないんですよ。そもそもこれはカードケースですね。まあ、最近新調したマルタマルジャラのカードケースなんですが、僕はこれをメイン財布として使っています。主にオンで使っている財布がこちらで、オフで使っている財布はこちらのブリーフィングのもので、2つを使っているんですね。で、この中には何が入っているのかというと、カードが2枚入っていまして、もう1枚が保険証ですね。まあ、身分証明書としてそういった保険証が入っているという形になってまして、まあ、カードに関しましては法人用のクレジットカードと、あとは個人用のクレジットカードが1枚入っているという形になっています。お金も一応ですね、この中に1万円札を入れていることで、一応ですね、現金を使わなくちゃいけない場面にも備えているんですが、実際はですね、カードと、あとはスマホに入っている様々なアプリで、ほとんど決済は OK ですね。僕 iPhone の中にはクイックペイだとか、あとは PayPay だとか、LINEPay だとか、複数のですね、アプリを入れているわけなんですが、まあそのようにいくつか入れておけば、大体スマホだけで決済ができてしまいますね。まあそれ以外のカードしか使えない時には、こちらを使うようにしてるんですが、もう最近はですね、ほぼこの2つだけで十分ですね、生活ができてしまうかなと思っています。で、一方でプライベートのお財布に関しては、こちらのカードケースよりはやや大きいものを使ってるんですね。こちらに関してはですね、オフでは、まあ、小銭があった方がいいですし、多少のお金も入れてあるので少し大きくなっているんですが、あとはもうクレジットカードぐらいですね。まあそれぐらいコンパクトにまとめてしまっていて、これでオンとオフを分けるようにしてるんですね。まあ仕事の時はこれだけを持っていく、オフの時はこれだけを持っていくという形で、なるべくですね、軽量化すると手ぶらで生活がしやすいですし、そうすることでフットワークが軽くなって、どんどんですね、ウォーキングの距離が稼げるので、ぜひ皆さんも手ぶらの生活というところも合わせて頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目の項目なんですが、これはですね、スーパー銭湯によく行くようになったということなんですね。これはですね、僕は昔から好きだったんですね。10代、20代の頃からスーパー銭湯というのが大好きだったんですけども、それが30代に入ってからよりエスカレートをしたわけなんですね。今では大体ですね、どんなに忙しくても週に1回、10日に1回はですね、スーパー銭湯に行くようにしてるんですね。まあこれがですね、めちゃくちゃリラックスができますし、スーパー銭湯に行くことでいろんなアイデアが出やすくなるんですね。なんかね、こう日常の中でボケっとしてる時間ってあまり多くないし、スマホだとか、あとは PC から離れる時間って意図的に設けないとなかなか難しかったので、僕はあえてスーパー銭湯に行くことで、こういったデジタル関連と距離を置くようにしたんですけども、まあこれが気持ちよくて最高なわけなんですね。まあ、最近はスーパー銭湯というところだけではなくて、サウナというところ、ここがですね、まあ僕の中でハマっていまして、
もう今から3年ぐらい前からサウナにですね、結構行くようになったんですね。それと同時にですね、最近ではサウナブームというのが散々いろんなメディアでもですね、言われるようになってきたかなと思うんですね。まあ確かにですね、サウナめちゃくちゃ気持ちいいんですよね。まあ大体ですね、サウナに10分ぐらい入って、その後に水風呂に入るというのが、まあ定番なんですけども、この水風呂がね、僕は苦手で、なかなかですね、トライができなかったんですね。ですので、サウナに入った後に僕はですね、ぬるま湯に入るというのをずっと続けていたんですが、ようやくここ2ヶ月ぐらいで水風呂にですね、慣れるようになってきたんですね。もう最初はね、なかなか衝撃的ですよね。めちゃくちゃ熱いサウナに入った後に水風呂に入るというですね、このどんでん返し感がなかなか僕の中では慣れなかったんですが、やはりですね、いろんな書籍を読んでみると、サウナっていうのはこの水風呂の時間がめちゃくちゃ重要だということがかなりですね、熱を入れて書かれているんですね。ですので、せっかくサウナに行くのであれば、この水風呂はやっぱり避けては通れないなということで、最近は積極的に水風呂にも入るようにしています。ただですね、僕はビビリなので、いきなりジャブンと行くのはなかなか難しいので、本当にですね、ゆっくりゆっくりですね、少しずつ体を浸かるようにして、水風呂にですね、だんだん体を馴染ませるようにしてるんですね。まあさすがにですね、もう僕の中で2ヶ月ぐらい続けているので、慣れてきたわけなんですが、水風呂の気持ちよさというところも少しずつわかるようになってきました。まあ水風呂に大体3分ぐらい浸かったら、その後には外に出て風を浴びるようにしてるんですが、その時間もまた最高に気持ちいいので、なんかね、やっぱりストレス解消にもなるし、健康にもいいですし、あとはその時間でいろんなですね、アイデアが思い浮かびやすいので、結構ですね、このサウナとスーパー銭湯という習慣は、僕にとっては欠かせないものになりましたね。これはですね、やっぱり年を重ねて、おじさんになってきたなという点でもあるんですが、やっぱりやっておいてよかったなというものなので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはスキンケアに力を注ぐようになったという項目なんですね。まあ僕らですね、30代、40代という大人世代になってくると、だんだんですね、肌の状態が衰えてくる。ここはですね、避けては通れないところなのかなと思っています。特に僕は10代の頃陸上部だったので、外でずっと紫外線を浴び続けていたので、そのツケがですね、30代中頃からどんどん出てきたんですね。シミが出てきたりだとか、シワが増えたりだとか、すごくですね、コンディションが悪くなってきたのを感じてきたので、30代中頃からは、まあある程度ですね、スキンケアというところも意識をするようになりました。まあ具体的に何をやってるのかというと、まあここもですね、めちゃくちゃ奥が深くて、やろうと思えばいろんなことができるわけなんですが、まず一つ目としては、化粧水をつけて、その後に乳液をつけるという習慣、ここを徹底するようになりました。以前はオールインワン型のものを使って、それだけでですね、済ますことが多かったんですが、ちゃんと化粧水をつけて、その後に専門の乳液をつけるというところ、ここだけは意識するようになりまして、無印良品のシリーズを使うようにしています。あとはですね、もう日常的に日焼け止めを使うようになりました。これもね、365日毎日つけるようにしてるんですね。もう習慣化した方が楽なので、こういった無印良品の日焼け止めミルクというものを使うようにしまして、なるべくですね、紫外線というものを最低限でも防ぐようにしてるんですね。結局はスキンケアというところも突き詰めてみると、ある程度保湿をするということと、しっかりと日常的に日焼け止めをすること、この2つに行き着くかなと思ったので、まあこういった日焼け止めを塗るようにしています。あとはですね、それだけではなくて、結構ですね、できてしまったシミだとか、あとはほくろ、大きくなったものに関しては、僕は美容皮膚科というところに行って、そういったものは取りましたね。これはですね、メンバーシップの動画の中で詳しく語っているので、皆さんにも見ていただきたいなと思ってるんですが、去年だけでなんとほくろをですね、7個ぐらい取りまして、シミもですね、この1年間でかなり薄くしましたね。まあそういった形で、これはかなりマニアックで、決して万人向けではないんですが、自分の中で気になっているほくろなんかは、結構ですね、1個5000円から1万円くらいで気軽に取れてしまうので、そういったものを取るだけで、清潔感だとか肌の状態というところは、だいぶ整えられるかなと思うので、そういった裏技があるということも頭の片隅に置いていただければなと思っています。ある程度清潔感を漂わせながら年を重ねていくためには最低限のスキンケアというところが大切になるかなと思うのでそういった点も含めて皆さんにお勧めしたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では30代になって初めてすごく良かったですね5つの習慣についてお話をさせていただきました。どれも身近なものなのでぜひですね少しずつでもいいので皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。
まあ、こういった日々の小さな習慣を積み重ねることで、やはりですね、5年先、10年先に大きな違いが出てくるのかなというふうに思っています。例えば僕の中では朝早く起きて仕事をするという習慣がかなり定着したことで、もう仕事に関しての成果がガラリと変わるようになりましたね。例えば YouTube のこういった台本も朝考えるようになったんですが、そういった朝の習慣があることで、ある程度ですね、週4本動画を撮るということも全く苦じゃなくなったんですね。それだけではなくて、僕は YouTube 週4本撮って、あとはメンバーシップ動画も4本5本くらい撮ってるので、めちゃくちゃアウトプットしてるわけなんですが、朝仕事をするという習慣ができたことで、こういったことも何の苦労もなくできるようになったんですね。ですので、ちょっとした朝の早起きの習慣だとか、ウォーキングの習慣をするだけでも、だいぶ人生が変わるかなと思うので、ぜひですね、最初はちょっとしんどいかなと思うんですが、少しずつ負荷をかけながら、皆さんの習慣にしていただけると、すごく人生が変わるようなものになるかなと思うので、皆さん参考にしていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは、メンズファッションの基本ですとか、たまにはですね、こういった僕の中でのライフハック的なものもですね、皆さんと一緒にですね、シェアができればなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。